今回作成するのはカブトムシです。折り紙2枚で作ります。1枚はそのままで、もう1枚は半分に切って使います。それでは早速作っていきます。まずは体からです。白い面を表にします。三角に折って折り筋をつけます。90度回転させます。上の左右の縁を真ん中の線に合わせて折り合わせます。裏返します。上の角を下の角に合わせて折ります。縁と縁を合わせて内側に折ります。ここまで折ったら開きます。左右の角と角を結ぶ線で折り上げます。角を折り筋に合わせて折ります。白い三角の部分を折ります。裏返します。左右の角を真ん中の線に合わせて折り合わせます。上の角を下の角に合わせて折ります。角を斜めに折ります。ところに合わせて折り上げます。
えします。まず斜めの縁に沿って折ります。次に先端まで谷折りします。これで体の完成です。続けて足を作っていきます。白い面を表にして半分に折ります。この向きにします。逆三角形になるように折ります。下の角に合わせております。下の左右の縁を真ん中の線に合わせて折り合わせます。左に90度回転させます。谷折り線は固定で、内
内側から広げて潰すように折ります。回転させます。同じように折ります。これで片側の足の完成です。反対側の足も同じように作ります。両方の足が完成したら体と合わせます。足は髪が開く方が外側です。体の三角のポケットに差し込みます。中が詰まっている場合は爪楊枝などで髪を寄せます。反対側に倒します。足を補足します。一番前の足は前から見て山折りにします。二番目の足も前から見て山折りにします。一番後ろの足は前から見て髪折りにします。山折り部分が上を向くようにひねります。適当なところで折り曲げて関節を作ります。Thank you.
番後ろの足は中割り折りも加えます。仕上げることです。2体作って角を突き合わせてみました。ご視聴ありがとうございました。